皆さん、こんにちは。テクニカルアナリストの森口でございます。今日も日本株速報よろしくお願いいたします。今日は2月の1日火曜日です。お題はこちら。あれで上昇したけどあ、荒れ相場ということで話をさせてください。なんか午前中と午後場でね、全然こう雰囲気が違うというか、なんか終わってみたら結構荒れてたなという印象を受けたのは僕だけでしょうか。その根拠については個別銘柄のところで話をさせてください。えー、今後の市の売買戦略でね、テクニカル分析しっかりと行っていきます。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の分析を有 夕方5時までにアップしていきます皆さんと一緒にね今日の株を振り返るそんな習慣になれればと思ってますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速終わりでを確認していきましょうはい、えー、最終的には3指数揃って上昇ということにはなりましたが日経平均は0.28%トピックス0.01%というもうほとんど横ばいけと言ってもおかしくはないかなといった上昇幅でございましたマザーズは1.95%比較的大きいですが日中の値幅だけ見るととんでもないことになっておりまして1時800ポイント回 回復してたんですねこの時5%以上上がってましたからね結果1.95%ということはここから3%ぐらい下がってるってことですからまあちょっと荒れてたなという印象ですよね日経平均株価に関しましても一番高いところで見ると27,400円とかつけてましたけど結局27,000ギリギリ保てるか保てないかっていうところまで下がりましたからねやっぱりその日中の値動きだけ見ると結構急激な下落そしてそこでポジションを取ってしまった人はやっぱり再び含み損になってしまった人も多いんではないでしょうか日経平均ね 下がり銘柄数を見ますと値下がり銘柄数の方が多いですよねファーストリテイリングの続落なんかもありますからちょっとチャートはチェックしておきたいなという風に思っております売買代金見ていきたいと思いますね売買代金がトップがレーザーテックここが問題なんですよね7.22%も下落してます日中はね6%ぐらい上がってたんですよいやあ、そりゃ厳しい下落でしたねまさかとは思いましたがいやー下落最後マイナスまで行って7%までいくとはちょっと思えてもいませんでした一方強かったの海運関連 強かかかっったたですねそのともなな株が多かったかなと思いますずはず見ていきましょうか。メルカリがトップですね。こちらもですね、日中はかなり大きな動きではあったんですけども、最終的に終わってみたら0.82。まあ、ほぼ横ばいけんと言ってもいいような、そんなチャートだったのかなというふうには思います。まあ、一部には大きな動き、GEI とか直近 IPO ですけどね。あとは主力株、比較的堅調なものが多いは多いですが、うん、もうちょっと堅調なはずだったんだけどな、というそんな印象です。キュートランキンキグを見てていいただいてもこれ14時35分 時点ですがまあ値下がり値上がり値上がりが非常に多いですねウェ、えー、ルカリもねこの時にはまだ1.29%だったんですがほぼね横ばい圏まで下がってきてしまったということですでは個別銘柄を見ていきましょうかはいまずは何といってもレザーテックですねマイナス -7.22% ということになっております チャートをご覧ください。このような形で大きな陰線をつけているんですね。で、これね、ほぼ寄り点なんですよね。えー、はじめ値が26,700円。で、高値26,725円ですね。えー、で、そこからもう午前中から朝一からもうぐーっと下がっていきまして、まさかのマイナス圏で、マイナス圏でとどまることを知らず7、7%まで下がると。日中値、ね、幅で見ますと、これ3000以上ですよね。10%以上ですよね。大きく下げてますから、あ、昨日のソックス指数の動きを見て、もしくは、このレーザーテックの決算を 見てね。 えー、情報、情報修正かな情報修正ではないか。紙期経常利益が11%増益。前回の決算が非常に良くなかったので、まあそれに対してすごくいいんじゃないかということでね。そして、ここまで下がってきたのでということで、まあ買われて始まったんですけども、もうこの人たち全員報われてないってことですよね。もう、えー、大丈夫みたいな。むしろ安値が近いんだけど、みたいな。まあそんな感じになってるということですから、まあ売買代金が最も大きな株でこんな動きが起こったっていうことは、非常にまずね、不安定な動きになるかもしれないっていうところをね。 示唆させるんじゃないかなと思っています。 一方、堅調だったのが日本郵船ですよね。海運株。まあ、そうして堅調でした。商船三井も5.45%、川崎汽船も3.11%、日本郵船3.82%ですね。チャート室としても結構似てまして、えちょうど25日線を再びこういう風に上に抜けてきたような感じなんですよね。なので勢いがついていきそうな感じではあるかなとは思うんですが、こちらも上髭が長くですね。ちょっとやっぱり今日は日中失速してしまったなという、そんな印象は受けております。日本郵船の決算発表日が2月3日になっていまして、 ここでは情報修正がかなり期待はもうされております。なので、まあ、よっぽどいい決算、期待を上回る決算が出てこないとですね、株価はちょっと厳しくなるかもしれないなというところだけは、一応頭の中に置いておきましょう。でも、PR は2.2倍ですし、PBR1.51 倍8、えー、配当利回りが8.66%。決して悪くない数字ですから、そこまで大きな下落ともならないのかなとは思いますが、えー、しっかりと注目をしていきたいと思います。はい。続いて、ファーストリテイリングを見ていきましょう。ファーストリテイリングが1.97%の 下落とといいう風になってております、えー、チャート見ていただくとこのよような形ででで2日連続で陰線をつけ売られているんですよねここも今回の大きな特徴なのかなという風に思っているんですがそもそも1月はですね非常に大きく株が下がった月でしたでその中でファーストリテイリングはね逆高打かしていたんですねただ2月に入って逆に株がねちょっと復調気味になってきたところでファーストリテイリングが売られているということは今までのポジションのアンワインド要は反対のポジションに取り替えているだけ みたいなそんな動きにも見えなくはないわけですねし実際にそういう風な報道も目にしましたのでまあ、そういう可能性も十分にありえるんだつまり長期的にね上昇を見込んだお金が入ってきてるわけではなくて短期,期短期的な資金がどちらかというとぐるぐる回っているだけの可能性っていうのも十分に考えられるということは押さえておいてください続いて TDK 見ていきましょう TDK は日経平均採用銘柄であり今日の清度プラスランキングトップ1位でしたん、ね、で清度もかなり高いまあ電子部品大手ですからしっかりと 押さえておきましょうで、決算が非常に良かったということで交換されて、このような形のチャートになっております。決算内容としましては、こんな形ですね。今期、税引き前を4%上報修正ということです。でこれを交換されて、今まで大きく下がっていましたが、ぐっと窓を開けて、 水移動平均線の上に、そして陽線でという形ですから、かなりいい状態ではありますね。ただ、なかなかやっぱりこの状況下だと、この高決算の反応っていうのがね、連続してずっと上昇していくっていう流れがね、起きにくいんですよね。えー、昨日高決算で上昇していた銘柄が今日は急下落してるみたいな銘柄もいくつか散見されましたので、まあ、明日の動きまで,です、ね、しっかりとまあ見届けていただいて、決算後の高反応が続くかどうか、ぜひ、えー、調べてみていただきたいなというふうに思います。はい、最後、フーバーブレイン。 という会社ですねこの会社僕はあんまり知らないんですけども情報セキュリティ関連開発販売保守をやっている小型株ですよね。時価総額もまだかなり小さいという会社です。この会社にですね、伊藤中則鉄則鉄。速 テクノソリューションズと資本業務提携というね、まあこういう大きな会社との資本業務提携が一つ起爆剤になりまして、今日ストップ高しているということですねえ。全く寄らずということです。ここね、見えますかね。横棒がついていると思うんですね。で、結構これはインパクトはあるのかなというふうに思ったんですけども、まあ売買もね、相当まだされていない部分が余ってましたので、もしも明日もストップ高すると、翌日が制限値幅上限拡大ということになるので、まあ、ちょっと注目 注目をしておいてもいいかなと、値動き的にも面白くなりそうかなと、久々にそういう取引をしてもいいかなとは思ったので、まあちっちゃいんでね、えー、そうだとしても売買代金がそんなに膨らまなければ手は出さないんですけども、まあ、一旦ちょっと材料を持った小型株ということで注目をしてみても面白いかなと思いました。 では、チャートの方を見ていきましょう。はい。まずは日経平均株価です。日足の一目均衡表とマックリーを使ってみております。で、今日はね、上髭のある陰線ということになってます。基準線を超えた、あ、ごめんなさい。転換線を超えたことだけはすごくいいことではあるんですが、それ以外は特に状況は変わっていない。ローソク足だけを見るんであれば、あまり楽観視はしない方がいいかなといった、そんなチャートに見えますね。トピックス見ていきましょう。トピックスも同じですね。 転換線、青い線を越えてきたことは非常に評価はできます。で、マックリーも上向きになっていることは評価はできますが、ただその状況が何か変わったかと言われると、むしろこのローソク足だけを見るんであれば、少しやっぱり上根が重たいんだなっていうことを確認した一日になっています。マザーズ見ていきましょう。マザーズに関しましてもそうですね、マックリーがゴールデンクロスとかになってくれていればまだまだいいんですけども、前回もちょっとね、騙しっぽくなっちゃいましたからね、今回も明確にこう抜けてこないとなかなかはっきりとした動きにならないかなと。 あとは転換線基準線で見ましても転換線をギリギリ超えたか超えてないかっていうぐらいですからね超えてないか。 超えられていないということ、そしてそれに対して上ヒゲを残しているということですから、状況は何も変わっていない。むしろ上ヒゲを残している分だけ、えー、単体のローソク足としては上値が重たいんだっていうことをね、えー、このチャートから読み取ることができるということは押さえておいてください。アメリカの先物だけチェックして終わりましょう。はい、こちらですね。やはり先物も,も下落しているということですから、えー、ここまで2日間連続でナスダックなんかもね、3%、3%、6%以上みたいな感じで上げてきましたから、一旦のまた下落。 楽にに、ね、転じる可能性も十分に考えられます問題はその幅の大きさであるとか、また新たなニュースがあるかないかっていうところだと思いますので、その辺は朝ね、えー、しっかりとお伝えできればというふうに思っております。はい。えー、個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中です。えー、最新基地が M3 というふうになっております。えー、これはまあ医療、オンライン医療関係、まあ、注目の非常に銘柄なんですけども、とにかく去年、ずっと1年間ね、下げ続けた銘柄の一つだと思います。で、そろそろまあ売られすぎ、超有料株、えー、どこ、そこにはどこという形で分析をし てていてまあ、もちろん正解はないんですけども、一つの目どみたいなものが立ったのかなというふうに思いますので、ぜひ初月は無料になっておりますので、QR コードや概要欄、リンクからチェックをしてみてください。えー、またですね、Twitter や v o i c y なんかをね、やっておりますので、よかったらこちらの方も一度チェックをしてみてください。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタン。また明日以降もね、このような形で配信を続けていきますので、明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。